それを最初にやってほしいかなと思うんだよね。だからここにこうやって車でいるときに、大事なのはミラーを見てのこの距離感とかがすごく大事になってくるから、まずはこうやってビュッと真正面に入っちゃってもいいんだよね。で、そこからどのぐらい距離があるのかなと。この距離があるかなっていうところを見るのも、ミラーを見て、右と左のミラーを見て、どのぐらい距離があるかっていうのは、この自分の後ろのタイヤが、例えばこの駐車枠の先端、ここまでどのぐらいあるのかななんだよね。何メーターぐらいあるんだろうと。これをミラーで見て、あ、こんなもんかな。例えば、2メーターぐらいなのかな。そしたらここで一回降りてみて、実際に思った距離とどのぐらいあるんだろう。っていうのを考えてみるっていうのもすごく大事だし、この距離感をすごく難しく、なかなかうまくいかないっていう方は、駐車をすることを練習しようとしても、どうしてもこの基本ができてないとすごく苦労してしまうので、急がば回れじゃないけれども、最初の段階をきちんとやってもらう方がいいと思う。で、自分でこのぐらいの位置で右の後ろのタイヤがここまで何メートルぐらいかな。ある程度おおよそでいいので、別に合ってなくても大丈夫だから、2メートルぐらいかなと思って降りてみました。そしたら、実際には4メートルでした、ぐらいでしたと。そしたら自分の思ってるのにかなり遠いんだな、ということが実際にこれで確認が取れる。で、今度次にやるのは、ミラーを見て、右の後ろのタイヤを、この駐車の枠のこの線の、まあ、ここはこうやって線が引いてあればここの位置でいいし、なければこの丸くなってる先端とかでもいいね。ここの位置に右の後ろのタイヤがちょうどこうやって乗っかるような位置。ミラーを見て、ここの位置で止まるっていうのをやってもらう。だからまっすぐゆっくりミラーを見ながら下がってきて、で、線に乗ったなと思って止まってみたら、まだ届いてないとかね。線に乗ったなと思ったら、こう行き過ぎてたとかね。そういうところも出てくるから、こうやって下がりながら、ここは今右の後ろのタイヤだみたいなことを、これだったらハンドル操作する必要がないので、こうやって下がりながら自分でちょうどいい位置っていうのをこう、見つけてあげるという。あ、自分の思ってるのとだいぶ違うんだから、こういうのでここら辺で止まって降りてみて、あれ全然届いてないな、まだって言って乗ってみて、もうちょいなのかな、あ、このぐらいなんだなと。そういうのをこうミラーを見ての距離感っていうのをここでまず確認をしてもらうという。だからハンドル操作どうのこうのっていうのを最初にやるとちょっと難しくなってしまうので、最初のうちこのミラーの距離感がわからないっていう方は、この前後だけでいいんだよね。前がちょうど同じ枠になっているところを見つけてさ。で、前行って、下がって、ここでピッてと。またビュッと行って、またここに行って、こうピッてと。で、ここ行って、ピュッと。まあ、直径じゃなくてもいいので、だいたいこのぐらいの位置ぐらいでタイヤが来るかなぐらいの感じで止まってもらえれば大丈夫なので、そこを見てもらうといい。左はちょっとミラーで見えないので、まあ、左は泳いでいいかなと思う。とりあえず右側の方をね、それで確認をして、練習をしてもらうといいかなと思う。それで、うん、ちょっと質問はまた後で。で、今まっすぐのところがこうやってピュッ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 とできるようになってきたら、今度やってほしいのは、ここに全身で入ってほしいんだよね。この時に隣の枠とかに車、まあ周りに全然車がいないような状況で練習をしてもらうっていうのが大事。もう練習なんでそこは全く枠をはみ出るとかは気にしなくても大丈夫。で、この時に車をここからここに持ってきたい。これをきちんと入れれるように練習してほしい。だからこっちは当然踏んでったりしてもらっても大丈夫なんで、その時にここにきれいに入れると。これが例えばこうやってこっち側になっちゃったり、こっち側になっちゃったりっていう状況も出てくるので、これも前向き駐車の練習にはなるので、まずはここでここに入るようにして、綺麗にね、うんね、ここで、でここに入ってきた時に、今度は板枠ここにもう一回下がるってことをしてほしいんだよね。ここからここに行って、今度ここからここに下がるということをやってほしいんだよね。そうすると、まずここの段階で車をここに持ってきたい。で、ハンドルはどっちに切るかな
っていうことになると思うんだけど、この場合でも自分がここにいてこっち側前を向いてる状況になるから、こっち側は自分にとって左なんだよね。左の後ろになるんだよね。ということをハンドル操作としては左に切ってあげると。で、左にハンドルを切ってあげるんだけれども、その時に左にハンドルを切るから見るミラーは左側と。ここのミラーを見てあげると。で、左のミラーを見ると、まあ、車側はこうやって見えてますよ。で、大事になってくるのは、最終的に内側になるとこなんで、まあ、ここの、ちょうどここの線の角っちょのとこ、ここが一番大事になってくるんで、まあ、この状態から、まずは車を左に向けなきゃいけないので、左のミラーを見て、左にハンドルを切って下がる。この時はいっぱい切ってもらって大丈夫。練習なんでね。で、動きながらでも、動きながらでもいいし、いっぱい切ってから、整切りしてからでも大丈夫。で、下がっていくと、車がこっちを向くと。そうすると、この線って見えなくなるんだよね。こういう形に一直線になるんで。最初はこういうふうに見えてたんだけど、こういうふうに見えなくなる。そうなったら、この線が見えなくなったら、今度右のミラーを見てほしい。右のミラーを見ると、まあ、こういう感じになって、この線が見えてくると。このミラーにね。で、ここで見えてきたときに、この線の先端の角っちょのところと、自分の車のこの延長線というのは、ここは隙間を空けてほしい。グリーン式の30センチとかは気にしなくてもいいので、50センチとか1メーターぐらい空いててもらって大丈夫。ここの隙間を。広めで大丈夫。ここの間ね。で、この状態になったら止まってハンドルをまっすぐにして、で、下がっていくと。で、この時に下がっていくんだけど、ここからが、要するに、これからすごく、大事になってくる。ミラーを見ながら、ハンドル操作をするってことなんだよね。ここに行きたい。で、行きたいのは何ですかって言ったら、ここの枠に、車を入れたいんだけど、車をただ単純に、ここに入れるわけじゃないんだよね。この状態、入れたいのは常に後ろのタイヤをどうしたいかっていうことになるので、右のミラーを見て枠にバックしてくるっていうことは、右の後ろのタイヤなんだよね。これ。右の後ろのタイヤを最終的に駐車の枠のこの内側、ここに入れたいんだよね。それがこの線のちょうどこの角っちょのとこ、ちょうどこの線の先端と、車止めがあれば車止め。この2点を右の後ろのタイヤが、ここに回ってきて、ここに回ってくれればいいんだよね。だから単純にこう、どんだけハンドルを切るとか、どうのこうのとか、車を入れようとかって考える必要は全くなくて、入れたいのは、右の後ろのタイヤを、ここに持ってきて、ここに持ってくるという、二つやってもらえばいいんだよね。一つはここの段階で、で、もう一つはここの段階っていう二つなんだよね。ここからここ、ここからここっていう二段階ある。だからここまでの切り方と、ここからここの切り方って違ってくるんだよね。この通路に右の後ろのタイヤがある間と、枠の中に入ってきてからのハンドルの切り方っていうのは変わってくるんだよね。これをうまくやっていかないと、なかなか駐車っていうのは難しくなってくる。これを、多分ね、駐車で苦戦されてる方は、ここが多分一番苦戦してると思う。だからこうやって来たときに、最初の第一段階が、ここに右の後ろのタイヤを持ってきたよね。こうやって。ここに持ってきたいんだよね。だけど、どうしても右に車を寄せなきゃいけないなと思うと、みんなね、右にすごく切っちゃうんだよね、ハンドルを。右に寄せなきゃいけないって思うから。そうすると、車っていうのは、思った以上に、右に寄るんだよね。それが今さっき言ってた、まっすぐ下がっての距離感と同じで、右の後ろのタイヤが、ここまでどのぐらいの距離があるのかっていうことを分かってないと、ミラーで見ると、もうここのさ、隙間を埋めようとしちゃうんだよね。すぐに。だけど右の後ろのタイヤってここにあるから、右に切るとこっから右向いていっちゃうんだよね、こうやって。だからよくあるのがぐるぐるハンドルを回してしまうっていうのは、ここでもう右に寄せたいから、右にこうやってギュッと。
そうすると、もうすぐこうやって見えなくなっちゃうから、そうするといかんいかんって言って、反対にハンドルこうやってギュッとか。そうすると向こう向いちゃうんで、またいかんいかんって言って、グッとやって。こういうふうになんかいろいろこちょこちょやってるうちに、ハンドルがどうなってるのか分かんないなっていうことになってしまうってことなんだよね。大事なのは、まずここから、ここに下がるまでの距離がどのぐらいあるんだろうっていうことなんだよね。下がる距離が。ここのね。下がる距離がどのぐらいあるんだろうっていうことが大事になってきて、このさ、この駐車の枠の先端あるでしょ。先端のラインってさ、要するにここなんだよね。で、後ろのタイヤってさ、まあ、例えばだけど、ここの位置にあるんだよね。そうすると、右に切れば後ろのタイヤっていうのも必ずこっち側に行ってしまうってことだよね。だからここに来るように回してあげなきゃいけないんだよね。だからここのさ、要するに右にある車、今はこっち右側にある状況だから、それを左側に持ってきたいわけだよね。こっち左に車を持ってきたいので、この今右の後ろのあるタイヤが、右のタイヤがある位置を、この駐車の枠のこの線の位置まで、左に持ってかなきゃいけないんだよね。だから右にハンドルを切るんだけど、車はこの線のあるとこの枠、駐車枠のここまで左に持ってかなきゃいけない。だから右に切れば切るほど車っていうのは右に行っちゃうので、だからこれが要するにうまく入らない方っていうのはどうしてもここで切りすぎてしまう。右にすごく切ってしまう。だから車を左に寄せなきゃいけないんだよね。この右の後ろのタイヤがある位置からここまでのこの距離。これだけ分寄せなきゃいけないってことだよね。だからここがミラーを見た時の右の後ろのタイヤがここに行くまでどのぐらい距離があるのかなっていうのがすごく大事なんだよね。下がる距離が。だからこのこういう状態の時に下がる距離がある状態。だからどのぐらい下がる距離があるのかな。で、この状態もどのぐらい下がる距離があるのかな。この場合だったら下がる距離が、要するにこんだけあるわけだよね。ここまで下がるんだよね。こう。ちょうどこの角度になるから。下がる距離がこれだけ分あって、車をこれだけ分こっちに持ってきたいんだよね。こんだけ下がって、こんだけ持ってきたい。そのために、じゃあどのぐらいハンドル切っていったらいいんですかっていうところが、駐車がうまくいくかどうかっていうところのすごく大事になってくるところ。これが難しいんだよね。だから難しいって言ってるっていうのは、要するにこの距離感がつかめてないっていう部分が大多数なんだよね。なんとなくただ切っちゃってるだけなんだよね。右に寄せなきゃいけないから。ミラーを見たときに遠いと思うんだったら、そこでハンドル操作っていうのは我慢してあげる必要が出てくるんだよね。切り方としては、切らずにまっすぐ下がるのもあるし、少しずつハンドルを右に切っていくっていうのもあるよね。それをミラーを見て、あ、ちょっと距離が遠いな、だったら、ちょっと切るのをやめとこうか、とかっていうのも出てくるわけだし、ここの隙間加減が広い狭いにも寄ってくるよね。だからここが例えばもっとこっち向いてて、こういうようになれば、こんだけ広ければさ、こんだけ寄せなきゃいけないわけだよね。下がる距離は一緒だとしても、こんだけ分寄せなきゃいけないって言ったら、こんだけの隙間より切る分は多く切らないと寄らないってことだよね。だからここのどのぐらい下がったらいいんだろうっていうのと、この隙間どのぐらいだったらいいんだろうっていう、この2つのバランスっていうのが、ミラーを見て自分の中でどのぐらいつかめるかっていうのがすごく大事になってくる。これができれば基本的に駐車っていうのはできるんだよ。だからグリーン式でどうのこうの1回転だとか、この2本目の線で止まってとか、そういうことも基本的にやんなくても大丈夫なんでね。うん。大事なのは、この下がる距離と、この埋める距離。この2つがミラーを見て自分の中でどのぐらい切ったらいけるんだろうっていうのがすごく大事なので、一番大事なのは、要するにこのミラーの見えてる、この練習をしてほしいってことだよね。だからここのところから、ここに入って、で、ここにこうやって下がると。で、ここに入って、ここに下がると。これをね、ずっと練習してほしいんだよね、本当は。あの、グリーン式のレベル1、レベル2、レベル3、レベル4とか、そういうことよりも、こっちの方が、個人的には、すごく、大事。そうすると、前向き駐車にもなるし、ワックにもなるし、っていうのを、ミラーを見て。で、これができるようになったら、
今度ここじゃなくてもう一個隣の枠にしてあげるといいんだよね。でここだけ決めとく、ここを基準に一個決めといて、ここじゃなくて今度はもう一個こっちに入るようにしてあげるんだよね。でまたここに入ってくると、そうすると一個もこうになるとかなり難しくなるんだよね。こう行くからこうなるでしょ。そうするとここに止めたいなってなるとこういう感じになって、こんだけ埋めなきゃいけない。だからここの時にどうやって切るか、これが今度後ろのダイヤがここまで離れてるから、ここから切ったらもうとんでもなく手前行っちゃうわけだよね。だから角度としてさっきよりもきつい状況になってくるから、我慢しながらでもここら辺からはギュッとこうやって寄せてかなきゃいけないけどね、切り方として前半と後半で切り方が変わってくるわけだよね。同じように切ったらこっち側にビヨンと行っちゃうし、で同じように切ったままだとこっち行ってしまうわけだよね。だからここの距離を考えて我慢しながら下がりながらこっちに行くようにハンドルを切っていく。これが要するにこっからこっからここ、こっからここ、こっからここ、こっからここ。これがまずできるようになったら、今度はこっからここ。で、こっからここ、こっからここ、こっからここ。これができればもう一個向こうとか行っていいんだよ。ずーっとある限りやってもらえればいい。そうすると行けば行くほど難しくなってくるので、そうすると距離も遠くなり、角度もきつくなりっていうことですごくレベルが上がってくるから、そうするとね、すごく上手くなってくる。注射の練習を一生懸命するより、よっぽどこっちの方が上手くなるから、これは本当はやってほしいんだよね。で、こっちの右ができたら、今度は、左をやってあげればいいんだよね。目の前は一個左。で、ここに入って、で、ここ入って、ここ入って、ここ入って。で、これができるようになったら、もう一個こっちに行って、で、ここ下がって、で、ここ行って、ここ下がって。で、もう一個こっち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 っていう風にやっててあげると、今度は左のミラーが使えるようになってくるんで、それをやると、右と比べて左がすごく難しいってことがよくわかる。そうすると、すごく練習になる。左の方がもっと距離感がすごくつかめなくなってくるので、そういうところを練習してほしい。これができれば、注射は基本的にはできるようになってくるので、まずはね、そいつをやってほしいかな。動画のやつでさ、上げてるやつ、ミラーの使い方の練習のところを、まずはさ、ちょっと練習を、皆さんでやってほしいな。あんまやらないでしょう。注射って言うと、もう注射の形をやりたくなってさ、形を覚えたいってなると、なんかよく質問とかでもさ、こうなった時どうするんですかってなるじゃん。あれは、形にこだわりすぎちゃってるって言葉なんだよね。だから僕は動画のとこで、まあこう、ライブの時でも言ってるけれども、形は基本的には最初だけ、最終的には自分で距離をつかんでハンドル操作をするっていうのが、もう最終的にはそれをやる。だから、シチュエーションによって、どうするのかっていうことは考えなきゃいけなくなってくるんだけど、やること自体は全く一緒なんだよね。今みたいに右の後ろのタイヤをどうするかってことなんだよね。だからよく質問とかでもらうのがさ、こうやって来た時に最初に、まあまた後でちょっと説明するけど、こう2本目のところにこうやって寄せてくるじゃん。ここの時が寄れないっていうことがすごく皆さん多いと思うんだよね。寄れないってことはここの隙間が大きいってことでさ、右のバックだったら、右の後ろのタイヤがここに来たいわけだよね。で、ここにあるわけだよね。そしたら、じゃあどうしたらいいんだろうっていうことを考えてほしいんだよね。型にはめようと思うと、型通りに行かないときにすごく難しくなってしまうんだよね。だから通常だったら、ここの位置、その2本目の線で50センチか70センチが寄った状態で、右の後ろのタイヤがあって、左に1回転キュッとこうやって回して、ここに来て、で、ここから右に1回転回すとここに来ますよ、と。ような形になるんだけれども、ここに行ったときに、今度全然違うわけだよね。ここのとこが離れちゃってるわけだよね。この通常のやつと比べると。ね、ここの位置とここの位置で。だからこうなっちゃったときに、じゃあどうしたらいいのかなと。このまま同じように、ここの位置からこうやって出てけば、当然、これがこう行くと、こう行くよね。じゃあ、こっちはどうなんだろう。ね、こんだけ分離れてるわけじゃん、ここが。そうすると、ここも同じだけ、ね、一回転だったら同じだけ離れるわけだよね。そうすると前も同じだけ向こうに行っちゃうってことになるので、
じゃあそういう状況になった時に前大丈夫なのかなっていうのがまず大事になるよね。前に出てくから。前が大丈夫だったら別にこうやってやってもらってもいいんだよ。でこうやって出た時に30センチとかにこだわる必要自体はないんだよね。さっきのこう寄せてくっていうので話した通り、ここの位置、要するにこうやって前に出ましたよと。だからこれが前に行ける、あ、ここまでしか行けないなって、寄れなかったからここまでしか行けないなってなったときに、そうすると、わあ、30センチどころじゃないやん、1メーターも離れてるやん、では入んないじゃんとかっていうふうになるとどうしようってなっちゃうわけだよね。そうしたときに何しなきゃいけないかって言ったらさ、右の後ろのタイヤは今さ、ここのラインにあるわけだよね。で、右の後ろのタイヤを、ここまで持ってくと。で、こっちにこうやって持ってきながら、このままこうやってまっすぐ、こうやって下がってくるんだけれども、こっちに持ってこなきゃいけないわけだよね。だからここを、こうやって回さなきゃいけないよってことだよね。だったらここの埋めなきゃいけない隙間自体が、30センチぐらいが例えばこのぐらいだなと思ったら、それよりも広いんであれば30センチぐらいだったら、じゃあ1回転この状態だったら30センチより広いので1回転では埋まらないわけ。ということはこの隙間を埋めなきゃいけないから、じゃあもうとりあえず最初からある程度こう切って寄せてあげようかっていうことが必要になってくるんだよね。だから例えばこれが前に出すぎちゃって、ここの隙間がほとんど開かないなってなっちゃった場合だったら、あ、これだとちょっと距離を考えても1回転だとまずいよねと。絶対に切ればさ、こっち行っちゃうよねと。じゃあ1回転切っちゃまずいよね。そしたら分かんなかったらとりあえずまっすぐ、じゃあちょっと下がっとこうかって。で、このままだとこっちに抜けてっちゃうので、こっち側に行きたいからハンドルをじゃあこっちに右に切っていこうかと。いうようなことがすごく大事なんだよね。だからやり方として、あくまでもグリーン式っていうのはどっかに出かけてその、ね、止めなきゃいけない。そういう時に車が隣にいると、そのこんだけ切ったらいいのかなとかっていうところはすごく難しくなってくるから、そういうふうな時に自信を持って止めてもらうっていう段階でグリーン式っていうのをやっててもらえればいい。だから1回転とかっていうのはもう全然できるようになってきたら気にしなくてもいい。ただ一回転だったらそこに行くっていうのがきちんと自分の中でできてれば、どこにいても車が隣にいても止めれますよっていうことになるんだよね。だから車がいないからいいじゃんっていう練習をしてると、車がいた時にどうしてもハンドル切るっていう自信が出てこなくなってくるので、車がいても止めれるっていう状況を最初はできるようになってほしい。そのためにまあグリーン式っていうのをやってもらうといいかなっていうところなんだよね。